ビデオカメラのデータ復旧を行いました。千葉県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはキャノン、アイビス、HF-M51。 操作ミスで全てのデータを消してしまったという状況です。データ復旧処理を行い、およそ8時間50分の動画データの復元に成功しました。また、テレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。